どうもウエストランド井口です。高本です。はい一週間ぶりでございます。んんえー、今日は収録でしょうか生配信でしょうか。いいね、どっちだと思いますか。収録です。いやわかりませんよ。わかります。いや本当にわかんないから実はね。<laughs> 本当にわかりませんから。生配信の時ねわかりませんでしたあれ、ね。やっぱりバレてなかったというかね。ねあのもっと本格的に騙そうと思えば騙したわけですから。うん これからもみんなどっちか分からず…どっちでもいいんでですよ、別にどっちでもいいし生配信の方がちょっと嫌ですいやなみんなとしてはね,、うん、テ,ロねテロップがないんでちょっとクオリティが下がります、うん、生配信の方がねテロップが出てくるまでどっちか分かんないっていう、ね、まあまあ今日はまあ収録ですよ水曜日でいやいや分かりませんわれわれがいる今日はね分かりませんそれはどうなのかいや別にもうどっちでもいいですからねどっちでもいいよ 収録です。いやいやわかりませんよ。なんでそんなに匂わすの。<laughs> いやでもわかんないじゃないですか。し僕らの感覚も別にわかんないですからね。これが毎日されてるから。まあ、ね、今流れてたってのは別にいいですからね。いいんだよ。あのカットするわけでもないし、そうそういうつもりでやってるからね。ちょっとそう収録だから変なこと言っちゃおうとかもしないし、うん、あの三十分しかやんないわけですから。そうね。まあ我々もどっちでもいい。<laughs> んあんまないよな。うん、僕らもどっちでもいい。僕らもどっちも。これが今流れてても別にいいでね <laughs>、まあ。だから時間もそんな。 ずれてないじゃないですか。朝撮ったのが夜流れるとかもないし、まあね。あんまり時間も変わらないからどっちでもいいです。うん。マジで。その時間帯的なテンションもね。そうそうそう,そう変わりませんから。で、本当にどっちでもいいです。うん、もう高崎さんが何かのスイッチを押してこれが生配信されててももう別にいいですね。<laughs> どっちでもいいです。うん <laughs> あんまないですよ、こんなにどっちでもいい配信。本当にどっちでもいいもんね。<laughs> 別にね。何にも変わらねえからな。<laughs> うん、機材から何から。やっ <laughs> そうなんだよな。うん、最初のオープニングの映像ぐらいでしょ。音とか映像ぐらい。がないのか。まあ、生配信それだけ。でもそんなのまあちょっとした手違いであったりもするから。うん、内容に関してはマジでどっちでもいいです。 皆さんも気にしないでいいし僕らも気にしないでいいし気にしてませんのでね気にしないでくださいしてないんだもまあな最近のことで言うと「タイタンライブレア」がこの間あってありがとうございましたまだそれの配信も見れると思いますのでぜひ見ていただきたいというのと個人的なことで言うと誕生日イベントがありまして 5月6日にやったんですけど。おめでとうございます、えー。たくさん来てくださってありがとうございました。<ー><の>来てくれたんですね。久しぶりにあのロフトで、うんえー、お客さんも入れての誕生日イベントだったんで、うん、やっぱ嬉しかったですし、であのまあ誰が来るか正直僕もちゃんとは分かってなかったというか、うん、まああのグループラインとかに、うん、あの来て。 来いよとかは送りましたよその後輩のグループラインには絶対来いよみたいな感じとかやりつつも、うんうん、実際誰が来るか分かんないじゃないですかまあね会う人が来るんでしょうしねそうそうそうであの、まあ、待ってたら、うん、ロフトプラスワン行くじゃないですか入り時間にうん、うん、当然一人なわけですよ<あ>誰も来てないからね、うん、そのでだ待てと暮らせると来ないんだよ、うん、めちゃくちゃ不安になるでしょ1週間前にソロトークライブやった時この間行ったらまたソロトークライブ本当真のソロトークライブというか また一人で今度は2時間半ぐらい一人で喋らなきゃいけないなっていう。よな。そうでしょう。し、あのお祝いゲスト多数とか書いてあるけど本当に来なかったらお客さんもみんなえみたいなのもなるし。まあ期待しますよね。そうそうどうしようと思ってたらあのストレッチーズのカンタとサスライラビーの中田とええ羊入りのまっちゃん、松村とえ赤文字の村田が来てまああの漫才工房のグループラインに。 えー、やるから来いよみたいな感じで「うん、あのお前ら来いよ」みたいな「うん、ライブがないのはもう調べてます」みたいな「<っ>一応その <laughs> みんなのライブがその日にないのは調べてます」<の>って言って、まあ、そしたら「ママタルトはライブ入ってて」みたいな感じになって、うん、まあそれ以外のやつは「あのこれ行きます」みたいな「じゃあ来れるよなっっ」って言ったら村田は、うん、ちょっとその前日にすごい歩く配信するんで、うん、筋肉痛になりそうなんで。 あのまあちょっともし行けたら行きますみたいな。でも行けたら行けます主場初めて来たんだよ。すごいすごいな。行けたら行けますって絶対来ない偉いよな。行けたら行けます主場初めて来て。でもだからまあ結果いろんな人が来てくれたんですけど。だかねいっぱい来てます。写真もね載せたんですけどやっぱ偉いもんで。みんなそのまあ2時間とかあるとしてどの辺に出ればいいかなというか。その漫才工房のやつらなんて。 僕はそのノーメディアって呼んでたんですけどノーメディア組だから終盤に出るわけにはいかないとかあるんだろうななんとなく思ってちゃんとやっぱ順番に来るというかええタイミングでそうそう別に僕が前やった時は中田にシフトを作らせたじゃないですか今回シフト作ってないからマジでどうなるか分かんないし来た人から舞台上にもみんなは出せないんで当然こういうご時世ですから5人ずつぐらいしか舞台上上がれないんでって考えたけどんか。 最初にやっぱそいつらが来てまあいいタイミングで来てくれたというかで、僕出てすぐその4人呼び込んで最初こう話してたんですけどそっからうマジで誰が来てるか楽屋の感じって僕も分かんない戻れないからねそうそうどうしようと思ってでも誰もまだ来てなかったから出る時にはしばらく話してたらどうやらなんかいっぱい結構来てくれてるみたいになってまあそっから結果まあいろんな人来てくれたんですけど小宮さんとか友んとか。 あの、そうそうう池田さんも来てくれて、うん、どうやらあの、ともしげさんとコメさんも結構早いタイミングで来てくれてたみたいで楽屋に、うん、で一回漫才工房のやつらはけて、うん、その後どうなったのかなまあアイナップが来てくれたのかなあ,あそうかアイナップも来とってイナなぷ来てもアイナップ来てめっちゃ楽屋にいっぱいいるよみたいな、うん、詰まってるよみたいなって。うん じゃあやっっぱちょとみんなじゃあ来てくださいって言ったから全然出てこないんだよちょっとおいとか言ってもう全然出てこないなんだと思ったらあとから聞いた話だとともしげさん楽屋にいてめちゃくちゃ采配振るってて「お前今出ろ」とか「お前まだ出んな」とかともしげさんがやって「おちょっとお前まだ早い」とかやってその流れでやってるからあいなぷと僕になった時に「誰も出るな!」あてそうかくっつけたいからマジでこの時間ちょっと楽しもうみたいな。 僕としちはともしげさんも来てくれてどういう見解なのかをそこでやりたいのに3人で出りゃ面白くなりそうだともしげさんは出てこないし誰もちょっと待ってみたいな今は今は誰も出るなみたいな2人の時間があったそうそうそうずっと「おい!」って言っても一向に出てこないしあ々あと聞いたらともしげさんが全部ブレーキかけてその後ちょっとしょうがないじゃちょっとまんじゅう出ろとかんかいろいろやるんだってうるせえな。 うるせえなってると思いますよ「ざわを出ろとかいろいろやってたんでしょうけどざわをも来てくれたんですよでざわってアントワネット解散していざこれからじゃあ人でやるだすっていう時に骨折して文字通り出花をくじかれて僕らのイベントでね帰りに酔っ払いすぎて膝の皿が割れるっていうねやめてやれよもうほんとに巻き込んでやんなき俺のせいじゃねえわまあそれで勝手に転んだね渋谷の駅でそれで久しぶりの人前だったからか すごいいいやっぱ緊張してたみたいでそのそ珍しいなっってめっちゃゃ器器用用にやるじななよ子のにそのすごいやっぱ緊張とかしてるし、うん、しかもその楽屋に小宮さんがいて小宮さんってその人の,その心理みたいなのを上でなんか裏でいじるのがすごい好きじゃないですか「そう、ね、わ緊張してる」とか「うん、えあいつの名前名乗ってない全員知られてる人でも思ってんのかな」みたいなのをずっと楽屋で言ってて「ざわ <laughs> はそれずっと見てから出てるから自分もそう言われる」とかのプレッシャーも。 感じながら出てるからまず名乗らんといける絶対にとかうん <laughs> でも緊張で飛ばしたで名乗,名乗ってないんだよ <laughs> だから小宮さんはえゾオ名乗ってないみたいな <laughs> もちろんなるわけじゃないですかおごりかみたいなでそう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 いうやり方もしつつ、うん、それを背中に感じてるからか,なんかすごい緊張でなんか。珍しいななんか肝心のボケ言うとことか全部噛むし、うん、<laughs> なきゃあかんなくなって珍しいな いい。や、だだから見見てほしまアーカイブるそれで、とんず方の森本君も来てくれて結局みんなで話したりしたんですけど森本君がおこたしゃべりでその楽屋の様子を YouTube にあるんで見てほしいんですけどそういう様子を全部言ってて要はともしげさんが采配は振るうわ小宮さんは全部見て裏でいじってくるし大変じゃないですか後輩とかからしたらどうしていいか分からない。 粉ですではなってる中その「おこたしゃべり」でも言ってたんですけどやっぱ森本君も「ざわおこたしゃべり」の方にもよく出てるから見てたらやっぱガチガチに緊張してるのが面白すぎて名前も名乗らないしなんか井口クイズみたいなの考えてきてくれたんですけどその答えのボケになってるとこめちゃくちゃ噛んだりとかんか確かに様子は変だなっていうのがありつつななんんでだ緊張してるんだよ人前が久しぶりだから単純に解散もしてるし。 しそのなんかねヌルカンのイベントとはわけが違うっていう感じです,がありますから。メディアなんてこっちはやっぱその、ねうん、メディア組じゃんメディア組なんでだってもう横並びが小宮さんとから友重さんとかになってるわけですから。そっかそっかそっか。もう、うん、こっちは緊張するわけないですな。する、うん、わけないで、ね、そんなどうしようもない奴ら。俺とドイチュウさんとかだから。<laughs> <laughs> ただの居酒屋のおっさんに緊張するわけ、ね。騒、うん、を分まらしちったもんだって俺らのイベントでは。でこっちでは分まらしなんかしたら。 さんんとかかか僕に何言わわれるるないいう緊張すだって本当に怖いんだからみんなお笑いやるぞのやつらが急にの悪いそうそうそう牙を向いてきてるわけですからそれはもちろんザワオが活躍できる掌握できる場ではないわけですもんね森本君とかですら獅子奮陣じゃないんで俺いつ出りゃいいんですかこのメンバー出てなってるぐらいのとこだから余計ザワオ小宮さんとか友重さんの後は嫌だよな誰も。 だけどともしげさんが出るなって言うから <laughs> みんな出れないんだって早く出たいんだよ順番的にはな楽屋に小宮さんとかともしげさんがいるから、うん、後輩だし自分が先だなと思いつつもまだお前違うってなるから出さててよよって思うななそうそうなんんらアイナップより後ももじゃもんなだからそのみんなが出れなくてなんか舘野さんだけ一人だけ出させられるみたいな時間とかもありつつでその舘野さんとともしげさんもうバチバチですから今。 あまたその時期なんだ今はも,うもちろん一番その時期ですよやっぱり<ー>一緒にバイトずっとしてましたからね,ね波があるともしげさんがやっぱあのまだ来るんだって用もないのにバイト先に。 <laughs> 来てなんか収録行って話とかするから、うん、本当にその立野さんも,もう怒るし俺は立野さんで41歳のおじさんと一緒にゲームして喧嘩するしプロスピで、ね、プロスピで喧嘩にもなるしど,て、ね、どうしようもねえやつらなんですけど、うん、まあそんなことがありつつ、うん、まあ奥村君がいたりとかもなんかありつつ、うん、でざわをい,いる頃に、うん、もう時間もなくなってきて小宮さんとかともしげさんとか出てきてくれるんです森本君とか。うん で、でみんなで話したら僕も全然気づかなかったけど、うん、そのおことしゃべりの時に森本君が言っちゃうけどざ、うん、わおがてて普通「すみませんちょっと今日とここありがとうございました」とか「うん、このあと仕事あるんで」とか「ああいうぐさんおめでとうございます」「皆さんありがとうございました」あ「あ、えー、アントレットざわおでした」とか「うん、まあみんなそのストレッチーズ高木でしたありがとうございました」とか言うよなまだいるんでちょっと他の人も「今日はありがとうございました」とかみんなやるじゃないですか。うん、で、でほんにアーカイブを見てしいんですけど、うん、このザ みんなこう横並べているでしょ。うん、でわあって話してる中雑用に心配になるよ。<laughs> それが森本君とかつぼすぎてずっとクラ会務買って、だってそのそんなやつじゃないじゃん。雑用、うん、ってそうそう礼儀も正しいよちゃんと。その <laughs> なんでその言わなかったのかも意味わかんないし。 まあ話の腰を俺ごときで折りたくなかったっていう配慮 <laughs> 逆に変だろまあ変ゃけどな <laughs> いやちょっともう皆さんこう先輩方なんで「ちょっと俺あれなんで」とかやるとか「うん、すいませんちょっと途中ですいません」とかなんとかすれるのかも <laughs> <の>いや最大の配慮よあのいや <laughs> でもお客さんに一礼とかもせずいや一礼することでやっぱ止まってしまう流れもあるから、ね、あれとかなるかうん、うん、小宮さんにまた「え求められてもないのに一礼した」とかなる可能性もある多分それも怖かったか <laughs> 小宮さんとかやっぱ怖いがん何こそ言われるかあんなことあるコウモとか服選んでるって言われるんだけどスタイリストさんがコウモまあ。喋んないのに服選んでるそうかそうか怖いもん。衣装を選んでるだけでめちゃくちゃ言われめちゃくちゃ言ってくるねだからそれはもっと怖いからしたら喋んないのにやっぱそんな言われたないんだろうな一回だってお前なんて普通にうちのマネージャーの車で送ってもらうときに小宮さんも当たり前のように乗り込んできもう乗てえコウモとも乗るの ってっ乗るよ。言われたぐらいですからね。乗ってくって言われたんだ。よちょっと前に。こう <laughs> と乗ってく?。うちのマネージャーの車です。からそうよタイタンの車よ。いや、だから、それもあったのか。<laughs> 急に<そ>。<laughs> 無言でい,い,いやいや、でもそ、い、え、い、え、判断だと思うけどな。だから、そう、偉いもんで誰も気づかなかった。んだよ、うん、森本君以外は。普通に、結構、やっぱ、お笑いのかってなって。小宮、うん、さんも、どかどか受けるしみたいになって、ともしげさんも、もう。 真こっちを発揮して受けるしてるみたいな空気になってきたからよりちょっともうほ、うんとにいかん,かんないで小宮さんとかともしげさんとかも楽屋で散々もうアップしてきてるからやっぱもう肩もしやがった状態できてるからすごいこう森本君も含め掛け合いとかになってきたから余計そうだったのかなっていうそのスーッて言ったんじゃん <laughs> スーッて言ってで帰ったいやで楽屋にいて、うん、結局終わってから上でみんなで行ってる時に、うん、まあ僕らとかってほんとにずっとその。 お笑いみたいなこと、まあ、やってるじゃないですか。今か、まあ、ら、ねあの。だから、その空気でずっと小宮さんとか、わあとか言って、うん、まあ、僕がトイレ行ってる間に。井口うざかったなとか言って、ええ、なんすかとか、ずっとそういうのを。やり続けてる中、ざわおがなんか。なんか、ともしげさん。解散した時に、ともしげさんから電話かかってきたと。ともしげさんが解散する、うん、人の解散が大好きだから、みたいな、あ,<ー>あるじゃない<ー>そういう話で。うんうん、で、その時の再現をしてて。うん、あ、はい。まあ、なんとかで。はい。それで解散。 してみたいなことを、うん、なんか間をたっぷりにしゃべってたから、うん、そのまた小宮さんに「うん、うわっこんなに間使えてすごいな」みたいなそのなんか一回一回その「こんなみんないてわが聞かせたなぁ」みたいな言うじゃないですか「聞かせるなぁ」みたいなまあ取ったなそう。そう,そ,う,そ,うそしたら「でもすごいな」ってなったら「こんなにたっぷり間を使ってちゃんと再現するなんて」<ー>ってなったけどざわり聞いたらその緊張で言葉が出てこなくて「<laughs> 間」とかじゃなく。<laughs> なんか終始緊張してて何なんだろうな,んな,のなまあまあ怖いんか <laughs> いやまあ分かんないですけど久々にちゃんとお笑いのそのなんかせッ、ね、とこだったからのかもしれないですけどね合わんもんなやっぱりそうそうそうとか,さんか一度に返すことはもうなかなかない,、うん、いああいうイベントだからみんな来てくれたしっていうのあったんで、うん、まあ楽しかったですよこっちはその本当に配信ね皆さん買ってください、ね、いやぜひぜひあの小宮さんも来てくれたしともしげさんも来てくれたし、まあいなぷんも来てくれたしねえ まあ奥村くんも相数変な対面で来たりとかもああ奥村くんも来たんだ奥村くんも来ましたしみんなでワイワイやれましたんでんなんか本当にみんな集めて誕生日会ってできないじゃないですかそこまで大人数で飲めないし、うん、だから良かったですよイベントでやることでねああ皆さんの前でねそうそうあのみんな集まるし全員は舞台に上がれないですけどああそういうのもできたしみんなも たたくくさんん来てくれたんでなかなかね集まれないメンバーですねあれ見たらだってゴミヤさんもね「オールナイト日本前に来てくれましたしうーんすごいないやーよかったですよそのーやっぱ毎年やりたいしまだまだやりたいと思ってるんでまだやるうーん半年後とかにもう一回やりたいぐらいですでも何でんのいやーなんか嬉しいじゃないですかまあまあプレゼントもらったで最終プレゼントもたくさんいただきましたしありがとうございました、うん、皆さんもたくさんくれましたしなんかええのあった なんで、その下世話の話。の <laughs> いやでもみんあの多かったのはやっぱ引っ越しの話してるからあ<の>あのお風呂のなんていうの,あの入浴剤とかあ<ー>それ嬉しいですよねやっぱその疲れも取れるし湯船疲れた。そそうそう、だからやっぱともしげさんが去年、うん、あのゲームその緊急事態宣言中に誰も集まれない時にボードゲームくれたっていうのあ それのモンクの吉本のやつ。そうそう、吉本のボードゲームと、バカでかいペヤングをくれましたから、ともしげさんがね。センスあるな。<laughs> センスあるよな。<laughs> <前>いや、すごいですやっぱともしげさんはもう面白いですからね。うん、もう変わってますよ。だって、引っ越すっていう話ともせいさんした時に。うん、あの、え。なんていう名前のとこ。どういう意味。その、普通どこにとか、うん、どういう間取りとか家賃とか分かりますよ。え、なんていう名前。え、なんですか。 いう計測するから。その、こ、怖すぎない、なんかその。<laughs> <laughs> え、建物名。物名マンション名。そんな聞き方して、だめだめと思って、そう、なんか。え、怖いかな <laughs> と。怖いから,怖<っ>から。怖いよ、怖いよと思って。<laughs> せいぜいね、最寄り駅聞くぐらいのもんでしょ、ね。本当 <laughs> か。 そう、家賃とか間取りとか裏で言う分にはいいですけどうん、うん、いや違うた建物名聞いてくるからすげえもうんでそんなことするんでいいやだからそう意味わかんないですけど、まあ、それがともしげさんですから、うん、まああのやっぱ言ってましたそのアイナップがはけたあとともしげさん来て、うん、どういうことなんですかって言ったら、まあ、またとにかく話し出して、うん、3年後に、うん、お互い彼氏とか彼女いなかったら、うん、井口から告白してあの付き合って結婚、うん しろっていうのになって <laughs>、うん、でええ何なんですかって、じゃあそれでいいけどじゃあ僕がいざ三年後にアイナップに告白して振られたらどうするんですか？僕友達さんのこと殺しますよって言ったら、俺は殺されてもいいっていう。なんでそんな覚悟？どうかのなんで。なんでそんな覚悟があるの？そこまで捨てなんじゃ。だからもういい怖いんだよ、それももう。なあ。 あとなそんな覚悟でそのなんか筋は通ってんのそこだけなんかそのもう覚悟だけはすごいあるんですよ、ね、だからマンション名を聞いたんでねそれああや二2人で住める間取りかどうかなんでだよ<ー>もう本当に嫌でしたけどまあたくさん来てるしまだアーカイブ出るんでぜひぜひ皆さん、はい、あの見ていただけたらと思いますよろしくお願いします,します、えー、それではそろそろ行きましょう「ウエストランドのぶちラジ,ラジ、えー」今日のぶちラジまずはこのコーナーからです ひっそたのコーナー、えー、普通のお便りを送ってきてもらってますはい、ブチラジネーム方向音痴の配達員うん井口さん、小本さんこんにちははい先日井口さんのお誕生日ライブに参加させていただきましたありがとうございます方向音痴な私はロフトプラスワンにたどり着くまでにめちゃくちゃ迷ってキョロキョロしながら歩いていたせいか、うんうん チャラそうな人にたくさん声をかけられました。<laughs> まあまあまあちょっとね土地柄、場所もあるのかね。はい、道もわからないし変な人はついてくるしで泣きそうでした。その変な人がラインを教えてくれたらロフトまで案内してあげると言ってたので、うん、とりあえず教えて案内してもらいました。危ないぞ。やめとけ。だいもっとちゃんとした普通のラインを教えなくても教えてくれる人いるよロフトまで。 無事に間に間合って助かりました。ありがとうございましたと変な人に LINE を送ってからブロックしましたあまあまあそれはできるじゃできるか夜の新宿って怖いんですねお誕生日ライブは豪華なゲスト多数でとても楽しませていただきました、うん、井口さん改めてお誕生日おめでとうございます、うん、素敵な一年になりますようにいやーありがたいですね本当にあに楽しくできて唯一なんでと思ったのは終わってから、うん、あの小宮さんが開発くんを呼んで。うん 開発君が来た瞬間に「オールナイトニッポン」に行くっていう気まずそので僕ももっと言うと開発君が来て開発君っていうピですかね開発君が来て開発君呼ぼう開発の話とかしてたからなんか裏で開発君呼ぼうみたいになってどうするんですかって呼んできたぐらいに「じゃあオールナイトニッポン行くわ」ってほら。 みんななとかなって、うん、まあ僕はまだ開発君知ってるけどまあ,、ね、あとその他の後輩たちも結構残ってて、うん、知らないわけじゃないですか開発君ってあと芸歴長いし僕らよりちょっと先輩かぐらいの、うん、まあ前も言ったけど、ね、あの10年未満の r 1と15年以上の g 1両方にエントリーするっていう類いまれな能力5年の空白を時代に使うから正直何年目か札幌上がらないけど。<laughs> 聞いいたこととない芸術1年、2年とかありますよ。G1 <laughs> に出られないのに出るとか R1、うん、出れないのに出るとか分かりますけど5年の間がありま,す両方出まして、ね、両方出れるっていう類まれな開発君が来た瞬間小宮さんいなくなって、うん、で僕もあのプレゼントとかもたくさんあったし、うん、あのもうタクシーに乗ってあの帰ったんですよ。うんえ だからその開発君と開発君と開発と,と初対面の後輩たちだけが新宿の街に取り残されてるどうしたん開発君もだって来たばっかりやけんその帰るわけにもいかんだろう、うんうん、だから分かんないっす知らないっすかかわいそうお前ケツ持てやちゃんとだってもうしょうがない小宮さんが落とした爆弾だからその小宮さんのせいで僕は知らないっすからねなんかみんなで新宿駅まで歩いたあ帰ったん だって分かった結構お前タクシー乗せてやれよ道中なんだけどよく分かったな乗りそうになったから急いで閉めたんで乗りそうになったか乗せてやれよ奥村君とか「開発さんももっと井口さんち」にって「ありがとうなみんな」って奥村君もいやいや奥村から乗せようとしたんだ僕タクシーにまあそれも悪いかそれに悪いよ奥村も多分悪いよそうそう全員悪いってか全員悪い全員役人じゃんあほんとに性格アウトレイジ 出せな<や>。ドンパチはやらんけど。ま、そ,うそうそうそう。い <laughs> でも、マジでそうなんだよ。本当に、あの、最近ふと思うけど。うん、高円寺芸人で、今でこそこう、ちょっとブランドというか。 ちょっとともててはやされてるというかあままあ売れたからねニューヨークやらあのマジカルラブリーさんとかねあの頃の高円寺のやつだって本当にマジでやばいやつのその山賊みたいなやつしかいない<ー>本当に嫌なやつでしたからねそうね売れてない鬼越とかも手に及ぶそっちはそっちでいるししかもそっちも別に当時は一緒にはなってないから、ね、そっちの吉本の人たちとこっちは小宮さんとともしげさんと僕と奥村君とかですからいいやつのわけないんだからその。うん だからそれが染み付いてるからお互い開発君もなすり付き合うみたいなで結局カンタと開発君が駅まで歩くみたいなカンタと、ザワオと <laughs> あと、京太もいたかな気まなその全員気まずい中、新宿まで帰ってみたいで、ね、開発君が引き連れてどこか飲みに行ったとかではない,んないそんな開発君しないですよそうか、開発君でもなめちゃくちゃ歩くけどな、開発君錦糸、うん、町から高円寺くらいまで歩きますからね今日本橋から朝ヶまで <laughs> 開発君の行動に注目するんだ、そんなに。<laughs> 腰ちぎれるだろう、ね、レベル。いや、めっちゃ歩く。えー、以上、ふつおのコーナーでした。はい、続いては、二代目森泉。ええー、普段内装業をしている河本が、お笑い屋で、えー。皆さんの疑問やお,や <laughs> お悩みを、内装屋の視点で、真面目に回答するコーナーです。はい、まあ。来てますからね。すええ、ぶちラジネーム。バットで閉まる。バットマツマルバツまる。じゃないですけどね。 えー、中川家さんの YouTube チャンネルの「相談中川家」というコーナーで、はい、換気扇の掃除に悪戦苦闘しているという投稿がありました礼二、はい、さんが使い物にならないクーラーのモノマネをしたりする中、えー、絶対面白いやつ剛さんが「市販の薬剤ではどうにもならん週に一回とかこまめに洗うしかないやろ業者を呼ぶしかあらへん」と答えていました<ー>汚れを未然に防ぐ方法や汚れを落とす,落とす裏技など中川家さんを上回るお答えをください 回る答えうん、まあだから結局剛さんはやっぱ市販の薬剤ではもうどうにもならないからまあそんなことないけどなでもそれはまだ分かってないわけですからそういうのが換気扇のタイプにもよるけどその壁付けならその、うん、あのファン取れますからあれ、うん、簡単に、うん、真ん中のあのいやでもなかなか取れないってことなんですねつまみを回してアクセン苦闘してるんで取ってゴム手袋かなんかして。うん あのマジックリンかなんか流しでマジックリンからバーってかけて置いとけばあつけ置きみたいなそうそう落ちるよ大体落ちるそれですごい頑固な落ちる落ちるあそううん、つけ置きしたらもうつけ置きしてないんだろうな多分この感じだとこまめに洗うとかので、あのキッチンのやつだったらこのパネルが2枚ついてあれ取れますからはい この間もあのミノサンチーって当たり前のように言うなのフィルターが取れないっつって行、うん、ったら油でくっついてたりあそんなことにもなるんだ、うん、だから結構力強くいかんと取れんかったんいやそれ怖いな知らなかったら壊れたのかなって,って思っちゃうけどね<ー>でまあそれもまた外して、まあ、それちょっと大きいから、うん、例えば風呂場でマジックにバーっとかけて、うん、置いといたらまあ取れるうんうん、うん そうかすぐ磨くというよりは置いておくとかつけ置きみたいなのがそうそうそうこれじゃ市販のでまあいけるマジックリンでいけると思いますよマジックリンなんてまあ相当いいですもんね絶対ねあとまあこまめに洗うのは本当ですその通りですまあそれはそうだろうないやこれが大事なんだろうな一人それこそ美濃さんもそうでしょうけどそんな男の一人とかだったらねまあ洗わんでしょうね 嫌な気持ちになってきたな。まだ綺麗ですし。いやいや違うんでだから違う違う。今の方はいいよ。前の方だよ。いや前の方はもういいよしなくて。え換気扇とかも？それはだって恥ずかしいだろう。かっこええなお前。いやいやその普通にタットリあと濁さずに。いやいやじゃなくてなんかそのうわとか思われるのが。いやいや思わんよ。うわってそんなどれ見たって思っとるよ我々は。あそうそういうもん。そういうもんよ。うわもうちょっとやってけとか。 ないない。だってどうせクリーニング上でせーみたいなのない。ないない。そんなのみんな思っとる。みんなに。<laughs> あそう<れ>そうか。プロからしたらもっとそんなにやれるの。もやるならもっとやれるのにっていうことか。そうそうそう。だしもう全然中途半端にそんなクリーニングされるより、あ<ー>もうせずに出ていい。でクリーニング代だったらしっかり取られるんですから。まあまあね。うん、一応なんか昔の契約書にクリーニング代最初に払ってたんですよ。あじゃあもう何にもしなくてまあ。 よほどひどいのはいけんねん僕何やってたんですか <laughs> ユニットバスクソまみれにしとったら <laughs> ちょっとさすがに追加清掃代っていうのは <laughs> <ー>一応項目としては常識の範囲内ぐらいだったら大丈夫もう全然ほりちょっと埃りが隅にたまっとったりとか <laughs> その変な話これもうもう言われたからいいんだろうけど立ち合いもないコロナの影響とかもあって、うん、でなんか逆に怖いなっていうかあでもまあいいねになっちゃうからね ってなりそうじゃないですか。それってどうなんだろう、うん、だから本当にその傷つけてもいない壁紙を言われる言われたりするだったらちゃんと写真撮っといて、うんうん、どそうそういうことじゃないですよね、うん、まあそうなるしかないよな多分何かしらそんだけ住んでりゃ多分言われると思う壁紙を傷ついたり張り替えますけど法外に取られなきゃまだいいんですけど、うん、でも八年経ってるから、うん、もう正直壁紙の原価はもうないんですゼロはそうらしいですね、うん、だから 多分ん払うもはそのよっぽどなんかぶっ壊してない限りはないよ不安だなユニットバスクソまみれ何がしてんだよじゃあ水曜日のダムンタインのドッキリも何も思わねえからそんな家だとしたらそうじゃないいつものことかとしか思わないじゃなければもう多分取られたらおかしいと思う逆に言った方がいいそれもちょっとじゃあ考えるかええ。いや今それが本当に引っかかってるんですよ今いや大丈夫大丈夫いや引っかかってるというか掃除も含めあーまあね 早く楽になりたいそうゴミを今袋を置いてる段階でゴミの上に捨てに行かなきゃいけないからねあそ近いからいいんですけど「ぶち出しネーム志望館」<laughs> えー「長年聞いてますが初めてメールしたいコーナーができ、えー、今更ですが毎週楽しみになってきました長年聞いてて <laughs> やっと楽しみになってきたのかそれがまあメールはしてないからそこまで楽しくなかったの今まではなるほどね教えてください」 ええな、えー、井口さんの部屋と同じくリビングの童話がキーキーになりますのね水曜日の段ーになってましたけど、えー、何をどうしたら黙るのでしょうか <laughs> 障子は穴が開き襖も黄も基できました <laughs> 玄関その階段のタイルも2枚剥がれましたあらら下駄箱の扉は木だと思っていたら木タイプのシートが剥がれてきましたあダイノックね どうしたらいいのでしょうか?。皆さん、どうやって家を維持しているのでしょうか?。無能でも怠け者でもないのに、家のメンテナンスはわからないことだらけです。まあ、それそうでしょう。専用の家のメンテの人に常駐してほしいです。なんで嫌だろう? <laughs> <だ>えー。家電は買い換えれば済むのに。なんだそ変な割り方です。まあ、でも結構いろいろ、ちょっと多いっちゃ多いけど。 要はメンテのことですよね。もうメンテナンス。まあもうそのリビングのドアはもうあれです。可能長番通りレ五五六ね吹いて、ねうんうん、でまあ障子はねあのー、今あの障子紙じゃなくていいやつがあるんですよあの<ー>プラ板みたいなやつがあって障子で障子の代わりに障子っぽいプラスチックの板がある。そんなんでパリンってなって余計変な感じ。パリンはならないよだってある程度倒向けバンバン,バンそうアクリル板みたいなやつ薄い。 あれののなんか和紙っぽい感じのやつで雰囲気はちゃんとわしの雰囲気はち,ちゃんともう全然それに買い替えれば何でもいいですよもう本当にねあのりとかでくっつけて確かにな黄ばんでるのはちょっとだもんなそう思ったらそれでいいか、うん、もう全部きれいに障子紙剥がしてそのプラのいたホームセンターにありますからうん、うん、玄関その階段のタイルも2枚剥がれましたっていうタイルはちょっとね,ねタイルはどうすんの

いやーそれちょっと確かにレベル高いなでこれはまあちょっと頼んだ方がいいで下駄箱の扉は木だと思ってたら木タイプのシートが履かれてきましたこれもダイノックシートっていうそのシートを張り替えなきゃいけないですねこれじゃあまあこれは本当にちょっと難しいは,はいクロス屋さんとか呼ばないとこれじゃあこのタイルと下駄箱だっていくらぐらいするの、うん、それ頼んだらまあでもこんな一1日じゃんまあ5万ぐらいかな5万ぐらいかい、うん、っても 五万あれば、まあ。いけると思います。こんなの、反日<り>。ね、まあ、でも。その両方できる職人さんだったら。 いいんで、ね、ううもあるのかそうタイル,タイル屋は左官屋さんだし前あったもん僕は黒瀬さん仕上げ屋さんとかだったなんだっけあの爆砲でお前んちの行った時に打ち合わせのなんかもうそのこれとこれが違ってがめちゃくちゃ大変だったじゃんそのそうです、ね、専門が全然違いますからねから僕は両方できるんですけどねお前行ってやる脂肪肝 <laughs> の家に <laughs> 脂肪肝の家に <laughs> やだよな <laughs> だって常駐してほしいお前常駐しようしもんかやだや。<に>どうするん家帰れんってこと。<laughs> まだ常駐してほしいんだから。なんで常駐してほしい。いやだから本当に直し続けるといけない。<laughs> そうですよ。でも家電は買い替えれば済むのに書いてますよね。怖いわ。文章が怖い。<laughs> 文章怖いですけどちょっとじゃあこれはもうできるとこはできて常識に頼むところは頼んでみてください。動かした方がいいと思います。はい、えー、以上ですかね。以上、はい、二代目森泉のコーナーでした。 さあ、エンンディングですブチラジは YouTube とポッドキャストと今回のオーディオブック特別編では、えー、嘘のような本当,の本当の話を送ってもらうそんなことありますのコーナーを送ってもらいますう久しぶりそういえばあのジュニアさんの YouTube チャンネルで東野さんと対談しててそこで僕の名前出してくれててすごい,、うん、す,ごいすごいことじゃない、うん でジュニアさんにも、まあお世話になってるから、うん、あの田中さんの衣装あいつ、もらってなみたいな、うん、お、あのお二人が僕。まあ僕が本当正直もジュニアさんと東野さんの日本柱でやってるみたいなところ、ちょっとあるから。<laughs> うんうん、昨日もマルコポローリー行かしてもらいましたし。ねえ、獅子奮迅。獅子奮迅。獅子奮迅。<laughs> だからその、ちょっと皆さん見てほしいし、うん、あの、もっとすごいことだと思ってほしい。思ってます。思ってないんだよ、みんなが。みんながね、芸人は思ってるね芸人だけ、みんなに思ってほしい。まあなんか。 難しいんじゃないですかなんか<う>いや、当たり前だと思われてるから逆<に>いやだやだやだいや、売れてるってことですよ、だから違う違う、もっと東野さんがもう名前出して<や>通用するぐらいレベルの高いところにあ,<や>あなたはいるんですよっていういやいや、もっともっと欲しいえうわ、すげーって思われる方がなんか舐められてる感じしない <laughs> なんか最近ね、ちょっと舐められてる感じがす,ごするからだから、<laughs> <の>いや、もう当たり前だと思われてる方が いいやや、そういうやつならいいけどなんかそのなんかねちょっと大口さんすげえっの方がなんかちょっと下に見てね。いやどうかなあとその単純に拡散力がなさすぎるからその、誰にも何も言及してこないから不安にはなるんででも当たり前だと思われてるからもうあらためて売れてるんですよそう売れろお前もう本当にねちょっと来週末今週末か あの結構とんでもスケジュールに僕はなっちゃったんで来週のぶちたちはすごい不機嫌になってる可能性がありますんです、まあまあまあ、本当にあの体には気をつけてく <laughs> 本当に文字通り分刻みというか <laughs>、うん、あのいろんなとこに行くことになりましたんで,、うんでね、まあ,あ<ー>僕の方はちょっと割とゆとりのあるのでちょっと小旅行気分<笑><笑>それを無視して僕は早朝の飛行機とかで帰ってこなきいかゃない <laughs>